木村佳野は日本の女優、司会者。かつては歌手としても活動していた。イギリスロンドンのキングストン地区生まれ、帰国後は東京都世田谷区成城で育った。成城大学文芸学部英文学科中隊。トップコート所属。夫は俳優、歌手で少年隊の東山の之。ゆき。成城学園小等学校、成城学園高等学校を経て、 成城大学文芸学部英文学科を中退。中学時代の3年間は父の仕事の都合によりアメリカ・ニューヨークで過ごす。成城学園高等学校在学時より読者モデルとして活動。1996年には元気を上げる救命救急医物語でドラマデビュー。翌1997年、失楽園で映画デビュー。 同作品で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞する。2004年には日韓共同訪問年広報大使、2005年からは日豪交流年観光大使などを務める。世界のホラー映画の巨匠13人が共作するマスターズ・オブ・ホラーシリーズのドリーム・クルーズに主演し、ハリウッドデビューした。2015年4月から関西テレビ制作、富士テレビ系列、 発見。なるほどレストラン日本の美味しいご飯を作ろう。で、初のバラエティ番組 MC を務める。私生活では、2010年10月23日に2008年の舞台、さらば、我が愛母を別っでの共演を機に兼ねてから、交際中であった、俳優、歌手で、少年隊の東山のりゆと2年半の交際期間を経て結婚した。2011年5月3日。 妊娠3ヶ月であることが報じられ、同年11月4日に第一子となる長女を出産。2012年11月6日、第二子妊娠が報じられ、2013年5月29日に第二子となる次女を出産。趣味は、乗馬、英語、水泳、映画鑑賞。成城学園高校時代は、バズツ部に所属。初等学校時代から、バズツ部に憧れ、アメリカで過ごした。 中学時代に初めて馬に乗った。保有資格は、英検準一級。いずれも、ポニーキャニオンから発売。イルカの夏ラブライフハローマイセル風の日は、二人で恋する日曜日ララバイホーグランドマザー、M バージョン。ありがとうございます。